人間代表、なんかすげえな、人類代表やん。そうか、ついに彼が見つかったか。はい。USA のセントピーナッツバーグという町に。ん？で、今ドリームの方はどうなっているのかな？はい。妖怪ウォッチ U1 を持つ少年のところに。社長、そろそろあの計画を実行されては。見つかったっていうのは、ジョーズのことかな。ああ、いよいよその時が来たみたいだね。何怪しげな。第6章、サッチーと妖怪ウォッチ工場。チャーリーとチョコレート工場みたいやね。ケイトキューン、ビッグニュースでウィスー。キモい。ウィスパーどうしたの？何？キラーン。あのヨックル社からケイタ君に招待状が届いたんでウィス。何？ヨックル社からの招待状を手に入れた。おお、びっくりした。ヨックル社？それって確か、妖怪ウォッチを作っている会社だに。お、なんか新しいね。でもさ、なんで私がそのヨックル社から招待されるわけ？うわ、なんかすげえ、ほらほら。同時進行や。きっと私のおかげでウィス。私の深い妖怪ウォッチ愛が、ヨックル社に届いて招待されたんです。間違いありません。いや、どちらかといえば多分、引きこもりの方が、キモいんですけど。ボソッと言っちゃいけない。なんとでも言ってくださいな。でもこれはもう行くしかありません。なんたって今回はこれまでずっと完全シークレットだった。何？あの妖怪ウォッチ工場を特別に見学できちゃうんですから。妖怪ウォッチ工場の見学？何それ面白そう。こんなの一生に一度あるかどうかクラスの超絶レアな体験だに。行かない手はないだに。あー、でもさ、ヨックル社まではどうやって行くの？招待状にはこう書いてあるだに。ジャポンでは昼、 USA では夜の間にあなたの町の時計屋からお越しください。時計屋からお越しください。へ、時計屋？時計屋ってあのイーストカシュー地区にある時計屋さんですよ、きっと。どういうことにゃ？何、別次元？そんなの実際に行っちゃえばわかることじゃないですか。とにかく時計屋に行ってみましょうよ。うん、行ってみよう。第6章からは2人の物語が一つになって同時に進むだに。おお。ただし、これから先は注意しなきゃいけないことがあるだによ。それは時差だに。時差とは国による時間の違いだに。今よりジャポンではお昼でも、なんと USA では反対の真夜中なんだに。キュッピーでプレイヤー切り替えをするときには時差に気をつけるだに。あ、そういう感じになるんや。で、昼間。今はまだ朝って考えたんでいいかな。どこだっけ？調子堂に行くって言ったよね。調子堂。ここはまだあんまり。空き缶か。関係ないね。でもなんかこうやって落ちとったら気になるよね。え？蹴り飛ばせる。え、これは。蹴り飛ばすだけなんかな？え、ああいうのってさ、普通拾えてゴミ箱に入れれるとかじゃないの？それはできないの？よいしょ。さあ、待ってね。よし。まだあれか。こっちのアイナの方はさ、あの、雲外鏡は、まだそこまで、おぉ、危なかったね、今。段々坂の方はまだ雲外鏡何にも開いてなかったよね。で、あれは多分ニャンパチ先生で。よし。ん？てか全然おらんくね？ねえ、雲外鏡全然おらんよね。おぉ、びっくりした。あ、あの辺、ん？あっちも。あの2箇所多分雲外鏡じゃないかな。ってことやけん、ちょっと。ちょ。あれ？そこの階段は上がれないの？あ、上がれた。
で、あ、あったあった。ちょっと運外機を起こしとこう。あ、アパートがここ。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運外機が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。ワープは今は大丈夫。で、多分あっち側も、運外機かな？わからんけど。多分そうやと思うけん、ちょっと起こしに行っとこう。すごい入り組んどるよね、この辺。下か。ここから降りていったらいける？あ、これ駅やん。こっちに、あ、こっから行けるか。あ、行ける行ける、よかった。ほい、じゃあこっちから、あ、ちょうど、時計屋の方向か。ちょっとここ通り過ぎて、一旦。てか、まだ、多分まだやし。運外鏡。よし、ここの運外鏡も起こした。あ、じゃあここでもう時計屋の近くまで来れるようになったね。よかった。とりあえず一旦ちょっと行ってみる？行けるかどうか、進むかどうか。いらっしゃい。おう、いらっしゃい。よっぽど車行くって話だな。おう、話が早い。そうそう、そうなんですよ。このおっさん、一体何者だに？ミーたち妖怪の姿が見えて、おまけによっぽど車のことも知ってるなんて、謎はますます深まるばかりだに。よーし、ちょっと待ってろ。すぐに準備するからよ。あ、いけるやん。朝でもいいんや。よし！お？自動的に切り替わったぞ。でも向こうが朝ってことはこっちは夜ってことよね。じゃ、このまんま行けばいいんかな。よし、ちょうど夜だ。時計屋へ急げ。時計屋、近かったっけ？時計屋、時計屋、そんなに、あ、そんなに遠くなかったか。じゃあ別にこのまんま行ったんで大丈夫かな。おーし、到着。はい。あ、でも一応そこの下に行っとったらもっと早かったんかな。ほい。到着。お待ちしておりましたよ。ヨップル社の工場見学ですよね。こっちも知っとる。なんで知ってるの？さーて、なぜでしょうな。このおじいちゃん、一体何者にゃん？では、どうぞこちらに。もう準備はできておりますので。おう。やっぱりなんか異次元なんかな。何これ？さ、どうぞこちらに。この扉を通ればよっぷり車です。不思議な感じやな。おー、びっくりした。なんかすごいんですけど。ってことはこれで何合うんかな。よっぷり車は面白いところだ。思いっきり楽しんできな。おお、すげえ、つながる。いいね、いいね。おー、来た。すげえ、でかっ。何あれ、キュービーとかおるんやない。これがヨップル社か。おっきいね。おー、近っ。ふぅ、到着だに。あれ？あ、びっくりした。おらんのかと思った。へぇ、ここがヨップル社か。お。早速。ちわっち？こんにちは。私はミソロアユナ。全方位型オタクです。あなたは？まずはじめましてでさ、オタクですって言われても困るよね。あ、俺は天野啓太だけど。同じ学校みたいやったけど、知らんのかな。え？それじゃあ、あの超有名な妖怪マスターって、ケイタさんのことだったんですか？妖怪マスター？何？ミーがジャポンで探していた妖怪の友達がたくさんいる人間だに。ですよねー。そりゃあ USA に行かれてたんじゃ会えるわけないよねー。俺ってそんなに有名だったんだ。驚きました。ケイタさんは人間としては至って普通なのに、妖怪を友達にすることだけは普通じゃないとか。そりゃ褒めてんのか。他
他がものすごく普通すぎるだけにすごすぎです。なんかけなされてるよね。絶対バカにしてるよね。してませんよ。むしろリスペクトしてます。ようこそヨップル社へ。お。おお、なんだなんだ。うわー、ロボットだ。しかも自立稼働型じゃないですか。よくできてる。僕はヨップくん。本日皆さんをご案内いたします。ロボットでおもてなしとは、さすがはヨップル社でウィス。妖怪ウォッチ U シリーズをお持ちということは、人間代表の天野慶人さんとミソラアイナさんですね。人間代表、なんかすげえな。人類代表やん。そうだけど、人間代表ってどういうこと？今回の工場見学は、妖怪と人間の中から特別に選ばれた方々が参加されます。お二人はその中から人間代表として選ばれたラッキーな方々なのです。おお、それは光栄であります。では、ご案内する前に、早速最新のクラウド技術で、お二人の荷物をスマートにまとめてしまいますね。ケイトとアユナのいろいろなものがまとめられた。何それ、どういうこと？人間代表として選ばれたお二人ですし、いろいろなものをまとめちゃいました。二人分ひとまとめ。え、一緒に使えるってこと？妖怪、持ち物、お金、アプリなどが二人分一斉も使えるんですよ。すげえな。持てる個数も大きく増やしておきました。便利便利。妖怪メダルのメンバーとのアイセットはケイトさんに合わせています。二人分の妖怪を確認して改めてセットし直してくださいね。また、モンテッド妖怪と宝探しはケイトさんしか進められません。さらに、ミスターゴヨーダ&ボックスによると、ケイトさんじゃないとダメ、だそうです。そうなんや。やっぱ男のロマンとかそういう感じ？ゾンビナイトに巻き込まれるのもケイトさんだけみたいですね。ですが、それ以外のことは基本的にどちらでもできますよ。今までできなかったことをやってみると、新しい発見があるかもしれませんね。便利便利。ちょっと！っていうか、クラウドってなんやねん。あらら、あっという間にまとめられちゃいましたね。お二人とも同じ人間代表ですし、まとめてしまっても大丈夫ですよね。まあ、いやいやいや、大丈夫なんかじゃないってば。まあそりゃあね、リアルで考えたら、急に私と私の友達の荷物まとめられても困るけど。ねえ、これってさ、元に戻せないの？まあまあ、ケイトさん、便利になっていいじゃないですか。お前のものは私のもの、私のものは私のもの、みたいな。ジャイアンか。いや、それだと俺のもの全部取られちゃってるんだけど。工場見学のスタートまでまだしばらく時間があります。せっかくですからそれまでの間、他の参加者の方々とお話しされてみては？あ、あの辺の妖怪は参加者ってことか。なるほどね。工場見学の参加者と話してみよう。これの人は？人じゃないけど。ケイタではないか。60年ぶりぐらいか。え？何？どういうこと？よ、ケイタ。カイマと戦った時は世話になったな。土蜘蛛、大釜。すげえな、なんか。この二人は古典妖怪の土蜘蛛と大釜。ジャポンの妖怪たちを束ねる二大勢力。元祖と本家のリーダーみたいだに。あ、その時のゲームのやつってことか。そんなビッグな方々ともお知り合いだなんて、さすが妖怪マスター。いやー、なんか照れるな。しかし、元祖と本家の大将さんがどうしてまたこんなところに。ヨップル社から招待されたのだ。古典妖怪代表として。な。へへ、あの妖怪オチを作るとこが実際に見られるんだ。新しもの好きの俺としては、このビッグウェーブには乗っとかねえとな。古典妖怪なのに新しもの好き。我が輩はそういう枯れ取りに類は苦手ゆえ、遠慮しようと思ったのだが、この大釜に無理やり連れてこられてな。仲良しだな。でもよ、来てよかっただろ？またケイタと会えたんだしよ。まあ、それは確かにな。ケイタ、元祖と本家、うまくやってるみたいでよかったにゃんね。これもすべてケイタくんのおかげですね。え？そうなんですか？妖怪マスター半端ねえ。いやー、すごすぎですよ。ほんと見た目はいたって普通なのに。やっぱりバカにしてるよね。だからしてませんって。自分も見た目普通だけどね。すげえなー。てか一気に雰囲気が変わったよね。あの二人に話しかけたら。お、うんちくまたちじゃないの。バレー、ごきげんよう、リーナ。あれ？君たちは？うんちくま、どうしてここに？
僕たちはレジェンド妖怪代表として招待されたクマ。アイラさん、うんちクマのこと知ってるの？ええ、実は前にいろいろとお世話になりまして。それじゃあ挨拶代わりに僕のうんちくを。うんちくなんかよりまずは私のネタバレをお聞かせするでいいな。うん、ちょっと待つクマ、ここは僕のうんちくが先クマよ。あら、うんちくなんて話す本人が気分いいだけで周りは迷惑リーナ。いや、ネタバレだって十分周りに迷惑だに。そうよそうよ、ネタバレは良くないよ。ネタバレなんかより僕のうんちくの方がうーんとためになるクマ。なんですって？そっちこそなんだクマ。喧嘩が始まったよ。ネタバレにうんちく、レジェンド妖怪は他にもいるのに、一体よっぷれしゃは何を考えてこの二人を選んだに？確かに二人とも話したがりって感じやもんね。あ、こっちは？なんかめっちゃ走り寄る。はーい、あなたたちも工場見学に来たの？うん、僕はスピーディーダブル、よろしくよろしく。私はバニーミントよ、超可愛いんですけど。私たちはメリケン妖怪代表として招待されてきたの。こっちの二人は人間代表としてジャポンから来たのに。え、ジャポンから来たの？僕たちジャポンが大好きなんだ。おお、なんか嬉しいです。特にジャポンの食べ物が大好きでさ、天ぷらが僕の大好物なんだ。寿司だろ、寿司。ね。私はお寿司にハマってるの。そうなんだ。そうだ、チャンスがあったら今度僕たちの町においでよ。私のおすすめの寿司屋さんに連れて行ってあげる。天ぷら屋も一緒にゴーゴー。おお、それはいいですね。ケイタくん、絶対行きましょう。寿司、天ぷら、どっちも大好物にゃん。賑やかだな。USA 感がなんかすごいたっぷりやね。お、あの二人は。コマジロとコマさんじゃないの？ケータズラ？こげなところで会うだなんて偶然ズラね。久々に本物を見た感が。あ、ここはちゃんと紹介されるんや。プリチー、コマさん、コマジロ。コマさん、コマジロ、どうしてここに？いや、プレシャさんに呼ばれて工場見学に来たズラよ。俺たちたくさんの妖怪たちの中から一般妖怪代表として選ばれたんズラ。一般妖怪とかあるんやね。にゃんと、それめっちゃついてるにゃんね。てかさ、妖怪、ん？人間代表にくっついてくる妖怪はすごいお得やね。一般妖怪として選ばれてないのに一緒に来れるっていう。いやー、それにしてもプリチーな妖怪ってほんと最高ですな。つぶらな瞳にプリッとしたほっぺ、もうプリチーすぎます。その表情もかわいい。まさにビッグバンクラスの破壊力。やっぱりウサピオンなんかとは比べ物にならないプリチーさですな。そもそもウスラカゲ族は性格がネクラで、プリチーとはほど遠い存在だし。でも私最初ウサピオンプリチーかと思った。っていうかぶっちゃけ比べること自体がこの子たちに失礼みたいな。ウサピオンのこと散々ボロクソに言うね。あ、来るよ。ベイダーモード来るよ。あ、ごめんってば。あ、やられるやられる。なんだか楽しそうだね。なんかあっちすごいね。ね、すごいコンビネーションやと思うよ。そして、おお、キュービとオロチ。ん？お前たちは妙なところで会うもんだね。オロチ、キュービ、お二人もヨップル社の工場見学に招待されたんですか？あ、そうだ。エリート妖怪代表としてね。まあ悪い気はしないけどさ。おや、あんまり見ない顔もいるみたいだけど。チワッチ？私はミソラアイナ。妖怪マスターであられるケイトさんのお友達です。さっき知り合ったばっかりだけどね。妖怪マスター？なんだいそれは。気にしないで。ほんとなんでもないから。ふっ、はてなだらけになっとるやん。皆さん、お待たせいたしました。これから皆さんをヨップル社の中へご案内します。まさかこうやってあのヨップル社に入れる日が来るとは。あれ、おかしいな。目がうるうるして前が見えないや。めっちゃ感激しとる。ケータ、早く中に入るにゃ。そうだね。じゃあ、ウィスパーお先に。
ちょっと待って、なんかさらっとしすぎじゃないですか？ウィスパーがねちっこすぎるんよ。この中に入れるってことは、ほんとすごいことなんですよ。置いてくよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。